リカ郵政です。2024年3月9日、世界周遊90日目です。ということで、今どこにいるかというと、はい、チェンマイに来ているよ。今回はバスで1泊2日のチェンライ旅行をしたいと思います。それでは、レッツゴー。マシャラ旅、今回は東南アジア、タイ王国。タイ北部の町チェンマイから1泊2日でチェンライに行きます。タイ本来の様子が残る最北端の町チェンライ、白と青の仏教寺院を訪れます。それではどうぞ。私が今いるのはチェンマイのバスターミナル、ターミナル3です。ここからチェンライ行きのバスが、ね、出ています。そしてバスのチケットはオンラインで買うことができて、1人196バーツなのでだいたい800円ぐらいです。それではこのバスで約4時間かけてチェンライに行きます。はい、ということでチェンライに到着しました。チェンライはタイでね、一番北にある町です。それではこれから2日間チェンライの町を散策したいと思います。有名なお寺、ワットロン君にやってきました。このお寺は1997年に建設が始まって、まだ建設途中です。建設が終わるのは2070年と言われています。見ての通り真っ白。それではね、早速中を見学したいと思います。天国と地獄を表現しているこの寺院、入り口には地獄から大量の手が伸びています。そこから本堂への道は天国へ続く道です。この天国を表している真っ白の本堂、すごく神々しいですね。整えられた芝生と水の音、白で統一された寺院、そして鳥のさえずりや花、本当にここが天国にいるかと思うような、そんな雰囲気があります。続いてやってきた寺院は青い寺院ことワットロンスワ殿です。それでは早速中に行きたいと思います。これから本堂の中に入ります。この寺院もともと普通の色だったんですが、建て替えの時にこの青色になったそうです。チェンライで一泊だけするホテルに到着しました。ここはバンヌクアノンゲストハウスです。今回個室2人1泊450バーツなので日本円で1800円です。なので1人当たり900円です。
店内もすっかり暗くなりました。夜になるとこのようにナイトマーケットが開かれます。それでは早速ナイトマーケットを散策しましょう。タイは記念硬貨とか記念紙幣がすごくたくさんあります。そして古いお金も今ここで売ってるんですけど、ものすごくワクワクしますね。今回チェンライでやってきたこのカフェは、私のタイ人の友人の家族が経営しているカフェです。で、ここのカフェのコーヒーはオーガニックのコーヒーで、それ以外にもね、タイで合法化されている麻薬の栽培なんかも行われています。Yeah, but no, no. I have one in Chiang Rai, and one in Lao, and one in Cambodia. This one for salt. Some people need indoor, need indoor. What you want? If indoor, you know. Yes. Many.ということで、チェンライのバスステーションに到着しました。これからチェンマイに戻りたいと思います。はい、ということでチェンマイのバスターミナルに到着しました。今回の動画では1泊2日のチェンライ旅行の様子をお伝えしました。では今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。